さて次の曲なんですけれども、これはですね本邦初公開というか、とあるところでちょっと演奏したものなんですけども、いつも最近はライブでご一緒させていただいている古川雅之さんという本当に私の大好きなギター奏者がいるんですけども、彼とやってみようかとかって言ってやってみたテープをね今日持参してまいりました。しかもガラシマ人の曲を歌うことめったにないのに、今日はその曲を持ってきました。多分ね、聞く人初めてじゃないかなって思ったりします。それではギターの伴奏でガラシマの歌を聴いてください。増田聖子さんが歌ってる曲です。この季節にぴったりというと、赤いスイートピー。いやー、私はこれ個人的にすごく気に入っていましてですね人の歌を歌わないのは歌いたくないんじゃなくて歌えないんですね。あんまり本当に歌えないんですよ。本当この曲は名曲だなといつも思います。松本隆さんと増田由美さんの作品なんですけども、本当にこれを歌うとね、春色の騎士のおてって歌いたくなるのを必死に抑えながら、からしまみれバージョンでお届けしました。